き隣の晩酌イエーイ。さあね、はい、今日もやっていきますよ。行きましょう行きましょう、ね、もうなんかすごいですね。自然がいっぱいで、自然がいっぱいで、はい、こんな豊かなことあるの？ある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 、はい、あ、陽さんあるからね、陽さんには、はい、はい、じゃあちょっとね、お宅を探していきましょうか。はい、行、はい、きましょう、行きましょう、はい。早速、あ、一般のお宅がありますよ。お家発見、お家。お、犬がおる。番犬がおる。番犬がおるわ。めちゃ吠えられようや。怖い。喜んどんか。こんばんは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 。めちゃ吠えるやん。うわ、すごい。うわ、すごい庭が。ね、立派なお庭があるお宅ですね。はい、お邪魔しましょうか。行きましょう、突撃しよう、突撃しましょう。はい、すんまねー、こんばんは。突撃隣の晩酌よいやいやいや、ここは大丈夫だけど、ほんまみたいな。えぇ、ー、あ、お邪魔しまーす。日本酒マンやお邪魔しよう、大丈夫ですか。今、客おるけど。あ、はいはい、いいですか。あ、お邪魔しまーす。どうぞどうぞ、はい、邪魔しまーす。はい、わー、やっとんですね。いやいやいや、今始めたばっかりじゃん。すごい、おいしそう。ちょっとお邪魔してもらって、とりあえずすいません。あ、じゃあお邪魔します。あ、すいません、急に来て。ほんまに来たんやな。なんとなく予感してた、ほんまに来たんやな。すごいっすね、ちょっと入山さん、すごい。これは、ナスビ、ナスビ、ね、畑で採れたナスビね。あ、自分とこの畑で採れたナスビ、もちろんのお漬物ですね。で、こちらがシソ巻きです。シソ巻き、あー美味しそう。これ豚肉ですか。あの庭にあったシソがいっぱい。あ、そうですね、ありましたね。そう、豚肉シソ巻きです。すごい、中にシソが入ってるんですね。わーお。で、こちらはサラダ。うん、サラダ、普通のポテトサラダ。あ、ポテトサラダ。あの、オクラと、から枝豆と、えー、はい、カイワレはまあ、食べたけども、自分とこの、美味しそう、オクラ、いいっすね、夏に。枝豆が入ってますからね。ね、美味しそう、ベーコンもいい感じですね。うわ、で、これがすごい美味しそう、これ。いや、それは単なる。ちょっと、レストラン来ました。なんかね、ちょっとおしゃれかな。まあ、一応バジルも作ってるもんね。ああ、やっぱ香りが、あ、これもバジルも。バジルも。いやね、すごいね。これ2000円ぐらい取れるんじゃないですか。半取れるから。美味しそう。そしてこちらが、あの、はい、長唐辛子。うわー、いいっすね。まだ作ってるんで。絶対美味しいっすやん、これ。いやいや。素晴らしいっすね。お酒持ってきましたね。ああ、せっかくなんで。ああ、はい、で、バンジュ1個もね。もう冷やおろしが出てる時期なんですね。今年も来ましたよ、この時期が。ね、これ美味しいですよ。おー、やめて。はい、じゃあ行きましょう。あ、あれかも、見えへん。はい、ありがとうございます。おー、ああ、すみません、ありがとう。はい、客人に、あ、すみませんね、客人で、すみませんね、いつもの客人です。ちょこちょこ来ないわけ。ご家族ではないんですか。いや、まあ、家族的な兄弟だよ。はい、はい、じゃあすみません、お邪魔します、乾杯。ただ、俺は一生懸命作ってやつだよ。お父さん、
さんが野菜をメインで作られる。そう、もちろんジャガイモもうちのジャガイモ。美味しさ倍増やな。もう一生懸命作ってね。やってるんですよ。命令されてバジルとかもお父さん、もちろん。いや、バジルは旦那が、俺が一生懸命耕して、いや、畑を耕して作りたいんで、ハム系は旦那の。そうなんですか。いやいや、ほんまに。早速サラダいただきます。はい、いただきます。美味しそう。味は保証できるけど。いや、保証できる。うわ、そうな、味見した。あ、美味しい。ありがとうございます。これ、男爵ですか。あ、そうそうそう。あ、やっぱね、やっぱ男爵ですわ。男爵の方が美味しい。サラダにはね。ね、あ、しかもちょっとあれやね、オクラのネバネバ、ネバネバ感がちょっと感じますわ。マネマネしょったらネバネバになるじゃん。これは美味しい。そう、絶対美味しいと思う。うん、美味しい。いや、子供らも好きで。うん、そうなんだ。美味しい。庭がすごい庭だったんですけど、これはお父さん、うん、あれはもう私本日です。完全趣味やから。 あそこはもう触っちゃいけない。完全趣味で、俺はもう考えづらい。作ったとこに人を招き入れるわ、この人。あ、それはバーベキューする。そう、そうなんです。なるほど。俺は利用するだけで定義するの。定義は私は定義する。なるほどね。いいっすね、家で採れたものをね。そうっすね。こうやって田舎におったらこんなことしかない。でコロナね、もうやっぱり。そうですね。まあ今年は特に、うん、あのいろいろとやってね、うん、だって本当にこれスーパーで買ったものって言ったらね、うん、タコとぐらいですよね、うん、豚肉ぐらいですよね。そうそう、あとは全部ここにあるものですよね。いやね、夏はほんまにあの食費が、ああ、やっぱり、まあ、肉とかだけ買ってきとったら、はいはい、なんか畑に行ったらなんか、そうですね。へぇー、ほんまにほんまに。しかも野菜結構高いですしね。そう、でそうなったらレタスとかキャベツは使いたいけど使えないって言われて、でもまあなんとか別に野菜さえ取っとったら、いや、こんだけできたらね、羨ましい、羨ましい、ほんまに羨ましい。うん、やん、ナスミもいただきます。いただきます。うそ、絶対生まれた。まあ、何かの音は分かる。うん、おいしい。普通に朝食べたから、うん、僕、ナスビの漬物がめっちゃ好きで、うん、いや、私も好きで、うん、めっちゃ美味しい。まあ、ちょっとどんどん詰まって、あー、いただきます。まね、足伸ばして豚肉も食べて、そう、シソ巻き、シソ巻きや。次、こう、豚肉の、はい、もうつまんで、シソ巻き、はい、いただきます。ドランカさんも食べてください。そうね、いただきます。このキュッとこうし、その最後に上にあ、なんかとかなに、うまっ。うまっ。祖母勝手に種が落ちて生えてくるから、毎年毎年。うん、もう日本に早まくり。うまっ。これ、うまない、やっぱり仲いいな。できんかったんだけど、うまい、まだ食べてないけど、これお弁当に入れてほしいっすわ。あ、最高やね。絶対最高や。うまっ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 。これはうまいわ。美味しい。よかった。よかった。よかった。ええんかな。こんなに料理でええんかな。いや、俺いつもこんな料理食ってんやな。羨ましい、羨ましい。日本酒出すけど、お金払えば。お金払えば、お金払えば、お金払えば。すいません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 。いや、美味しいからな。実は大好きな日本酒ね。いやいや、体のために飲みすぎてはいけない。でも、こんな、うん、いや、飲みやすい。飲みやすいよ。美味しい。ありがとう。美味しいな。マジで美味しい。これやばいぐらい美味しい。癖になりそうな。ほんま、ほんの人でも飲みやすいよ。みんな美味しいもんね。みんな美味しい。今の時期はこれが一番ですね。さすが。
冷やおろし、冷やおろし、冷やおろし、バージュリコ、冷やおろし、冷やおろし、やってるんだよね。そう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 。じゃあちょっとカルパッチョも食べて、ほら食べて、ほら食べて、ちょっとなんでこれ。唐辛子、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 香りの香りだ。香りの種類だもんね。はい、ということで。はい。香りの種類だ、正解。バジルは俺の趣味で作ったね。バジル作りたいな。バジルって海鮮とすごい相性がいいですね。あ、そうそうそう。エビとかね、イカとかも。海鮮との相性が抜群ですね。唐辛子もね。うまい。唐辛子いただきます。いただきます。食べて食べて。いただきます。いただきます。実はこれが今日一かもしれない。唐辛子僕大好きです。多分今日二かな。当たりがあったらごめんね。うそ。うまい。やったー。当たりやったよね。めちゃくちゃうまい。そっち。辛いのあるかもしれない。いやいや、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。もうええ酒飲んでね。めっちゃうまい。めっちゃいいです。まだこんな袋にまだあるんや。あ、そうなの。今日、今朝もうめっちゃ納豆って取ってきて、台風の前に一生懸命。あ、ゴーヤーですよ、ゴーヤー、ゴーヤー。あ、ゴーヤーもある。ゴーヤーも取ってきて。いや、まだ料理ができてる。今日このまま、これこれ今日、ゴーヤー、これこれ、ゴーヤー。え、白い、え、白、これゴーヤーですか。ゴーヤー。え、これ、こういう種類。畑行っとって、畑行って、これもでかいな、やばいな。ギリギリの段階で。こういう種類なの。あ、そうそう、そういう、そういう。これも、これも白、白も、白や。これ、ゴーヤちゃう。いや、ほんとに白ゴーヤ。これも同じような味するんですか。これね、ちょっと白いゴーヤは苦味が少ないんやか。普通のやつよりちょっと短くて太いですね。そうそう、こういう、こういう感じ。でも、こういう感じ。ちょっとこういう感じ。そう、あの、よしよし、よしよし。お前ゴーヤーやな。そこがいつも犬だ。ちなみに何ちゃんですか。何くん。ラテ。あ、ラテちゃん。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 女の子です。ラテでーす。はい。ふにょ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 。やばい。ちなみに一緒に寝ます。ああ。旦那と一緒に寝ます。ちっちゃいね。ぬいぐるみみたいですね。ね。いや、全部美味しいですね。美味しいですね。全部がもう最高に美味しい。はい、素晴らしい。ちなみになんか、あの、お父さん趣味とかなんかあるんですか。趣味言うほどの趣味はないけど、はい、やっぱり生涯阪神は命やね。ああ。阪神タイガース。今年もね、なんか。なんとなく調子いいから宿敵ジャイアンツみたいな宿敵になって、まあ、あの、昨日も勝ったし。ああ、そうだね。もうガチガチで、もうテレビが、まあ、今こういうコロナの時期やから、甲子園にも行かないねし、テレビしかないね。私、テレビ。もう毎年ね、毎年甲子園行くんですよ。あ、甲子園、まあ、そうなの。毎年も甲子園もずっと子供たち連れて、まあ、何試合か行くんやけど、まあまあ、今お前も一緒な。ここも一緒。一緒に。まあまあ、今日もう家族やから。家族。ほんま家族じゃない。いや、お前家族。この前山口さん。山なし。家族食べる。違うんやけど。あ、でも子供たちにしたらもう親戚のおっちゃんになっちゃう。あの、ゴール正月も限った呼びます電話に。すごいな。いつの間にか、あの、血縁関係ないけど、親戚のおっちゃん、親戚のおっちゃんって、子供が電話して呼びます。去年もずっと、まあ、今年はこういうコロナで、なかなかもうね、こういうことになってしまったから行かれへんねん。だからテレビで応援するしかないし、もういつもテレビ前でもう、うーん、ガチ、うわーってやってます。コロナのせいでね、甲子園も行けないですよね。
まあ、そういった意味でもいつも俺の甲子園の行く時の、はい、コスチュームやな。あるのか、あるのか。ある。ちょっと見せていただいて。見せる。あ、ちょっと見せていただきましょう。はい。じゃあ今から着替えるから。ちょっとほんな待ってな。はい。かわいいですね、ゆうの。おお。ガチ対応そう、一番やん。ガチ、ガチ来たよ、ガチ。あかんやろ。あかんやろ。すごいっすね。すごいな。ガチで、いつもこれが更新、後ろ、後ろ、スタイルです。すげえ。病気やろ。すごい。刺繍入れたんすか？入れました。まあ、ちなみに2万9000円かけました。すごいっすね。すごいっすね。うわ、獣王無敵、はい、難しいよ。ちょっと読めなかったですね。猛虎、あ、猛虎か、あ、猛虎か、猛虎や、はい、うわすごいね。これでもこれでちょっと歩いてたらなんかね、あの警察に声かけられる。あの僕じゃ暴走トコフみたい。こんな可愛いで。あ、そうなんですか。へえ。もっとすごいいっぱい。うわ、うん、すごい。でちなみに今日投げてるのは藤波くんなんですよ。わあ、なるほど。あ、藤波の藤波の藤波の藤波くんが今日投げてるんで。いや、素晴らしい趣味ですね。いや、ありがとうございます。趣味というか、もう病気でしたね。ここまで熱中できるっていうのは逆にすごいですよね、うん、すごいすごい、羨ましいね、本当に羨ましいですね。1個ぐらいでないとね。はい、じゃあもう素敵な趣味を見せていただいて、突然お邪魔してすいません。いやいやいや、もう全部すごく美味しかった。あ、いやいや、大変なことない。いやいや、もうすごいありがとうございました。いやいや、こちらこそで。次はあなたの番ですよ。はい、それじゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。